い、どうもこんにちは、マガネツです。本日も Apex モバイルやっていこうと思うんですが、本日はバリオがなくなってからの新キャラクターコントロールが追加されたということで、 PC 版にもあったモバイル版のスーパーグライドって言っていいのかな、そういうのが追加されていました。どういうのかっていうとこんな感じです。はいはい、こんな飛距離を伸ばして武器を持った状態だとしてもこんな感じでね、いきなり敵の前に出てきて撃ち合うことができるという、奇襲をかけることができるようなキャラクターコントロールが追加されてました。このやり方っていうのを今回は説明します。前回もこの動画出したんですけど、今回はできないっていう声が多かったんで、 90% の人がほぼほぼの確率でできるようになる練習方法をお伝えします。そして簡単な設定と本当に簡単なやり方を説明していきますんで、これを見た後にほぼほぼの人ができるようになるかなと思います。まずは設定に行っていただくと、これですね、上りの操作モードを僕簡単でやってるんですけど、クラシックでやるとできるんですけど失敗する確率が上がりました。なので上り操作モードを簡単にするじゃないですか、これで OK です。ここから練習方法をお伝えしていきます。全身入力してスライディングジャンプしながら真っ赤いジャンプをしてっていう感じで、ちょっとややこしいんでゆっくり説明します。壁キックを応用するんですが、前進してこの縁あるじゃないですか、この縁ぐらいの高さの壁を見つけてたらまずスライディングジャンプしますよね。でこれ上り動作になる直前で右か左どっちかね30度ぐらい向いていただいて、その後ジャンプ入力をするんですが、これジャンプ入力をした時って長押しで OK です。連続でやってる人いると思うんですけど、僕も最初連続でやってました。連続でもねできないことないんですけど、こんな感じになったりします。これを長押しにすると、はい、こんな感じでジャンプ入力は長押しにするとめちゃくちゃ簡単になります。入力キーの説明なんですけど、前進します、スライディングジャンプします、縁に行きます、縁に行く前に視点を左か右にやります、そのままジャンプという感じなんですね。これゆっくりやっていきましょう。これスライディングじゃなくてジャンプでも応用できるんで、こういう練習方法の時はスライディングでジャンプするよりもジャンプ入力で練習した方がいいですね。ここの壁で練習していくんですが、ゆっくりやるとこんな感じ。はい、もう一回いきます。ゆっくりやるとこんな感じですね。はい、これを練習していくと、今ジャンプ入力でやってるんで、あとはこれをスライディングにするだけなんですよ。途中の動作をものすごく多分簡単に感じてくれるかなと思います。これをひたすらやります、ひたすらやります、マジでひたすらやります。ほいほいって感じで、あ、慣れてきたなってなったら遠く行ってスライディングジャンプして、はい、ジャンプ入力しましょうというふうにやると非常に簡単になります。慣れてくるとこんな感じになります。ここで1回目飛びます。はい、続いても2回目飛びます。はい、でこんな感じで連続でやることができるようになります。これを徐々に徐々にゆっくりやってから早くやるっていうのを意識すると、非常に簡単にこうやってキャラクターコントロールできるようになりますので、これ結構うまくできるようになると割と使えるかなと思います。こういう段差ってキングスキャニオンとかでは結構あるんですよね。なのでこれ使う時あるかなって話だったんですけど、多分これから割と出てきそうな気がするので、ぜひこのゆっくりやってジャンプする、ゆっくりやってジャンプするっていうのを練習していくといいんじゃないかなと思いました。前半長くなってしまったんですが、モバイル版スーパーグライドについての、新キャラコンについての練習方法と説明をさせていただきました。最後にごめんなさい、なんでレジェンドがパスファインダーとコースティックなのかの話なんですけど、視点を見ていただきたいんですよ。ここの視点だとレイスって背がちっちゃいんで、これ高くなりますよね。この縁でジャンプしなければいけないんで、できないことはないんですけど、レイスだとちょっとね難しいんですよね、なぜか。まあできなくはないんですよね、でもちょっと難しく感じる。でも練習するんであれば背の高いコースティックとかパスファインダーを使うと簡単に感じると思います。なので練習するときはパスファインダーかこのガソジでやった方がいいと思いますんで、こちらで練習してみてください。それでは後半の方は面白い VC の方々とねマッチングしましたので、ぜひそちらの方もご覧ください。何か役に立ったなと思っていただけたら高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう、どうぞ。マガレツのゲーム実況、マジいい武器来てくれ、初動頼む願望から始まるエーペックスモバイル。レース行きましょう。私を驚かせて。え、この人ユーチューバーじゃん。レース強化だから。めんどくさい乗りすんな。めんどくさい乗りすんな。着地地点まで競争だ。知っとん？え、マジでマジで。ほんまに。その繰り返し。いやー、生放送しております。多分なんかエティモバのなんか解説みたいな動画で撮ってる。そんなカジュアルで当たることある？え、カジュアルしかないもん。え、じゃあしないようにしよう。なんか逆にプレッシャーだわそんなん俺。本ちゃん。調べてみまと。うわ、ガチや。ほんまや。ガチや。
今回のチャンピオンです。これがあれだね、これ死んだらまずいやつだよ、ここは。え、ちょ、ほんまやってマジで、オクタン使わへんのいくら。え、じゃあ譲ろうぜ、譲ろうぜ、譲ろうぜ、譲ろう、譲るんかい。オッケー、じゃあここ勝ちに行くね、俺。え、勝ちに行く。え、これどうやって譲るん、譲り方わからんねん。俺も下に、あ、オッケーオッケー。じゃあ勝ちに行くね。え、ガチやん。下に行くの、下に行くの、下に行くの。俺だって、ヘビーフォロー、マガリスさん動画見よったもん、俺。はははは、ありがとうございます。え、ガチか。ガチか。え、ガチ、手汗出てきた、マジでやば。それは嬉しい。1再生あざます。これは勝たなければいけないですね、せっかく見てくれる人がいるんであれば。あれってどうしよう、俺ここで落ちたら、こんなところで俺崖に落ちたらどうしよう。今リングがよ。え、マジで、え、俺手汗止まらんガチで。ほんまに終わったらガチガチガチ、しかもめっちゃ上手い人や。え、フラスやろ、プレデター行っとった。いや、これは俺のプレッシャーですよ、僕。まあ見せてやりましょう。マグレさんついてる。ポルトが、ポルトが。うち。あ、ここあるよ。進化シールドを発見。レベル3ね。じゃあ勝てる構成できますか。まあ俺ら元から貴重いからな。ちょっとマジ勝てる構成でいっていい。意外な約束や。ボルトカービンでいくわ。医療キットを発見。絶対に勝てる構成ね。さっきはちょっとウィングマンっていうね。頑張ろうしないよ、ほんまに。うるさい。え、ガチ見てみて、動画見てからほんま、なあ、わかるで、この興奮が。何も知らない人と知ってくれてる人の会話はこれぐらいの温度差があるということだね。逆に気まずいわ、俺。なんて、え、ね、あ、もういいや、やろう、頑張ろう。とりあえず崖落ちますか、じゃないんだよ。崖落ちないんだよ、崖落ちたら終わりだろ。マジ恥ずかしすぎるでしょ、俺、ここで崖落ちたら。え、ってならん。ちょっと面白いけどね、やりたくなっちゃうよ、そういうの。あ、もうマジでついていきますんで、一生。気持ち悪い。いそう、ここ。さっき降りてたんでね。俺、オクタン普段使わんのにマジでやらかした。で、頑張っても時代やんだって、元が下手やから。いる。上のボロ。これ、サンバスアート。ここは。ジャンパラします。ナイスー。こいつはね、格差入れないとダメですね。家の中にいるぞ。どこや、下。ナイスー、ナイスー。格差入れちゃう。これでいい。まだおるよ。どこいんだ、これ。あー、ショート聞こえるわ。ま、ナイス、ナイス。俺マジで何もしてへんないけど。黙れ。ミハーの話と一緒にいる。なんとか言ってあげなあかんやん、こいつ。ちょっと待ってね、全然全然。ちょっと一回切ろう。ちょっと待ってね、話が。私のこといつにまして口数多いっすね。興奮してる、興奮してる。俺が喋れねえんだよ、めちゃくちゃ喋ってるから。あの人がいる。これはね、うち2倍にして。シールドをチャージ中。ん？リロード中や。ちょっと上げてみよう。日本史とかいけるやん思って英語見た瞬間絶望したもん。なんだ？多分な、あれ僕が得意かも。1、2、3、4じゃなくてアイウェイで書いたと思う。大学の話しとるわ。大学のテストの話しとるわ、この人たち。大学のテストの話しとるぞ。残り9部隊。もう全然いない。これやっぱり、近距離は早くいなくなっちゃうから、敵倒したいんだったら激戦区行かなきゃダメやね。生き残るんだったらいいけど、地方に行っても。ブリッジって言いますか、ブリッジ。こっちにいいものがあるかも。あの、こっちから銃声する。待って、いる。悟空を行きましょう。敵を確認。攻撃中。やばい、これめちゃくちゃ3人に放火されちゃう。あ、これ危険だね。あー、結構詰めてくるかもしれない、これ。入ってこれないか、無理か。ガンガン来るね、これ。これ回った方がいいよ、これ。
移動途中よ。さよなら。やり合ってる。シールドをリチャージ中。やり合ってくれてる。今ならいけそう。ちょ待ってね。ちょっとオンにしてみるか。近くにリスポーンビーコンがあるわ。少し待って。大丈夫。すいません、あだつ。いい眠りは終わりだ。一生ついてきた。これあれか。一生ついてきた。別が来た。カービンにしていい。やべえ、ちょっと待って、ちょっと、バック。回復し終わったら行きます、カバーに。シールドチャージ中だ。持ってきちゃった、ごめん。リングのカウントダウンが始動。こっちで。うわぁ。マジですいません、もう。やべえ。あ、やべえ、たぶん、当たんねえ。ふぅ、ちょっとこれは。これ無理やな。あー、強い。あ、来ませんでした。ありがとうございました。航空を行きましょう。大丈夫です。まだ行ける。ワンチャン。シールドをリチャージ中。できるけ。なんか回収行く。あ、もう自分のバナー回収、バナー回収全然大丈夫なんで。いやー、そんなことはねできないんですわ僕。上下でわかるかな。あ、まあ。シールドで引っ取ったら。いや、こっちいるわ。近くにリスポーンビーコンがある。いや、取りやろう。これでも、俺のせいで多分。いや、もうね、まだ大丈夫なんよ。あ、あれか。アンチャンいける。いや、これな、まだランドやから。アンチがまだ。アンチが弱い。シールドがいる。シールドをリチャージしないと。くるっと待っていける。逃げ方マジで俺何もしてへんや。234ダメージやと。君らを助ける。でもここで蘇生するとあれだから、ちょっとこっちで蘇生するわ。いや、ガチお前、本名言うなよ、ほんまに。ちょっと怒っとうからな。いや、聞いて。いや、そんな怒ってないけど。リロード中。うわ、後ろにいるわ、これ。いや、マジで仮にとお伺いするなら、ほんまにカットしてもらえたら。じゃあ俺キッズやん、マガレッツさんの。さよなら。いや、ほんま動画見てみてまして、めちゃめちゃうまいから。いや、もうプレデターの人でうまいだろ、100の勝ち。だってなんかエイペックス学ろうと思って。でもこれ来るぞ、これ仏とマガレッツさんの動画一緒に見よったから。始まっています。どっちも知らん。仏って知らん、あの荒野の仏ここで回復してくよ。ケアパッケージ輸送中。あだす。おかえり。うわ、マジで明日死んでも大丈夫やな。言い過ぎだろ。言い過ぎだろ。待って、いるわこれ。マガレッツさんに。ちょっと待って待って、いるちょ、俺戦う、テングロックと。おいおい、マジか。敵が近い、ようやくやり合えるわ。助けてくれ。うわ、すいません、任せて。2枚やな。見つかった。撃たれてる。敵の姿を確認。いや、あれ仲間が2枚をもう一人ダウンさせた。シールドをリチャージ中。さあ来い、勝負だ。え、じゃあシャーパーで来てるやん。ここに敵がいる。いや、多分来てる。あ、来た、見えない。あ、もう来た。やばい、上の手上から。エグい。マップ、なんなんマジで。いや、もう君じゃねえ。残された部隊は2つだけ。10分やる。設置する。あ、すいません。空間転移、ポータル展開。あ、やられたか。シールドがいる。いや、ほんまに言い訳したら武器 PK に。待って、いる。どうしようかな。やろ、シールドがいる。お前死んだよ、お前死んだよ絶対。リロード中よ。あミリック、お前死んだよ絶対。カインポータルで、あ、ナイス。他の部隊からも攻撃されてる。集中して。バナーも取ってくれはってくれてはるって。俺取った。それは俺が取った。前がよ。言ってたわ。攻撃中。一人バッター。一人バッター、ナイス。
最近なんか怖いコントロールしてるわ。エグがエグい。めっちゃ魚腹よりやばい。マイクラを多分マガリさんがやったから。これ回復しに行ってあげた方がよくない？ちょっと待って、ガチヘルプなんだけど俺。なんでこれ、こんなクレバー作戦だっけ俺。確かに難しいけども、あの C5 人のが簡単やで。え、てか蘇生やん、やば。うわ、あざっ、マジでもうこれ、これで死んだらガチで。いやマジでもう明日死ねるこれは。マジでいいな、マジで。分かりきったこと言わんで。いや、ウレピあざっ。あーポジション取ってそう。あのサプライシップでちょっとポジション取ってそうね。これオールだった、オールだったら取るね。近くにサプライシップがある。これだったら、あー、いるいるいる。敵の姿を確認。オッケー、で自分も上に行きます。はい、下に落ちてるのか。え、お前死ぬこれ。死ぬ。なんで、なんで下に。今より今より、頑張る頑張る。申し訳ねえ、マジで暗くなっちゃった。一人やったとりあえず。いやーマジですね、マジで。一人ノック、ナイスー。オッケー、あと一人やん。一人が、あ、やばい、センターを移送中。ワン、しかし。うまっ、ナイスチャンピオン。すいませんした。すいませんした。いや、勝ててよかったですわ。ありがとうございました。ダメ、試合すぎ。あ、もう、じゃあ俺もここは勝たなきゃと思って、勝ちに行ったわ、ちゃんと。